鎌倉アイドルボックス始まりました。イエーイ、ぬるっと始まったいつものね、ぬるっと、ね、ぬるっと感じでね。はい、はい、今日はダブル MC の鈴木まりなと高槻美優です。イエーイ、よろしくお願いします。はい、日の出町セラビーの協力でお送りしております。はい、はい、いやねえ、ね、もう4月ですね。早いね。早いね。ちょっとここで一つ、うん、マリナちゃんに言ってないかったことがあって、うん、何何？いや多分これ聞いてる人たちも知らないことだと思うんだけど、それはちょっとみんな、みゆちゃんファンはみんな聞いてください。実は、はい、私、うん、帰国子女なんですよ。そう、知らなかったですね。知らなかった。誰にも言ってなくて。すごい。初公開。初公開。すごい。そう。じゃあもう英語ペラペラ？もちろん。すごい。そう、それを活かして今ね、ちょっと配信アプリでも海外の人と喋ってるんだけど。すごい。でもやっぱりなんかちょっとね、うん、恥ずかしいから言えなかった。すごい。今日これを機にね。すごい、初めて私がこんな目の前でね、聞いちゃって。そう、初めての人。初めての人だなんて。いや、うちもねすごい言いたかったことがあって。何何？これね、多分本当今うちとこうなんか仲良くしてる人は全然多分知らないと思うんだけど、うんうん、中学の時に70キロあった。嘘でしょ？本当に？マジで？そう、今多分思えないと思うんだけど、多分。いやもう面影ない、なさすぎてちょっとダイエット方法知りたいぐらいある。何ダイエットしたんですか？本当何ダイエット？ちょっと恥ずかしい。そんな恥ずかしいダイエット方法あるの？嘘なんですけどね、私は。いや今日はエイプリルフールですよ。ああ、そうじゃん。そうだよ、エイプリルフールだよ。そうだよ、うん、じゃあもう本気にしちゃった人ごめんなさい。ごめんなさい、私も嘘でした。嘘かい。嘘だったんかい。まあ、ね、知ってたんだけど、ね、知ってたんだけど、ね、いやでもね、エイプリルフールなんかありますか、ね、エピソードとか。いや、あるある。何、もう、ね、何これしかないエピソードは本当にってぐらいね、うん、衝撃的なエピソード。衝撃的じゃない、うん、衝撃的かどうか分かんないけど、うんうん、あのね、中学の時に、うん、エイプリルフールに、中学の時って、うん、私の時代まだ LINE がなかった時代で、あのメールで、うんうん、あの友達と何か、何だろう、連絡交換してて、うんうん、で何かクラスで仲良くなった男の子とそのメールしてたんだけど、急にそのエイプリルフールになった日に、なんか好きですみたいな感じで来て、でよく考えてみたらエイプリルフールだな今日と思って、うんうんうん、そうで、嘘なのかな、でも本当なのかな、どっちなんだろうみたいな、うんうん、って思って、で今日でもエイプリルフールだよねって送ったら、いやでも本当なんだよみたいな感じで言って、どっちなのみたいな、嘘なの本当なのどっちって、すごい分かんなかったけど、うん、でもなんか結局付き合ったけど、うん、でもすぐ別れちゃったみたいな、っていうなんかね、あった。そうなんだ。どっちだったのかはまあ未だに分かんないけど、みたいな。そっちだったんだろう ねっていう、うん、もし聞いてたらちょっとね受けるんだけど。聞いてますか？聞いて聞いてたら、あのちょっとね、あのね、お便り、お便り、ね、お便りください。お便りで鎌倉FMに実はみたいな、実はみたいな。そんななんか可愛い、可愛い、なんかちょっと可愛いのかな、恋愛っぽいやつはないな、ないか、うん、逆になんか嘘つかれたとか、なんか嘘、うーん、あんつく側が多かったかな。あ、つく側が多かったのか、うん、そっか、そう、つく側が多く、でも何ついたかちょっと正直覚えてない、うん、じゃあ覚えてないぐらいちっちゃいことはね、まと、まあ、あんまり大それたことを言ってもね、うんうんうん、確かにちょっとね、あれだから。そうだよね、あんまことがね、うん、大きくなってもね、困っちゃうしね。そう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 、なんかでもさ、なんかエイプリルフールって、うん、午前中に嘘を言って、うん、午後は告白するっ
って言うじゃん。わかる、そうそうそうね。あとなんか迷信でさ、うんうん、なんかそのうついた嘘は1年間なんかならないみたいな。わかる。例えばなんか彼氏できたっていう嘘をついたとしたら、うんうんうん、彼氏が1年できないみたいな。え、そうなの？っていう迷信もある。え、それ初めて聞いた。そう、なんか、だからちょっと嘘つくときは気をつけてたね。そうなんだ。そう、知らなかった。ない？そういうの迷信とか。でもね、うちも覚えてないんだよね。なんかうちでもね、うん、嘘ついたとしてもほんとちっちゃいことで、うん、そっかそっか。そう、どっちかっていうとうち嘘つかれる側だったから。そう、言ってたね。そう、なんか、へー。そうだからね、うん、そう、すごい全部信じちゃうから、うん、そう。そっか。でもなんか、エイプリルフール最近なんか結構企業もやってない、うんうんうん、へー。なんか、ツイッターとかでも去年も回ってきたり。うんうん、え、そうなんだ。そう、なんか、そう、なんか、例えばって言って、まあ、パッと思い浮かぶものないけど、うんうんうん、なんか、その、企業全体、うんうんうん、なんかなんだろう、会社で、うん、その、なんか嘘をついて、え、まあまあ、それは全然なんか、なんだろう、悪い嘘じゃないけど、うんうんうん、でなんか盛り上がるみたいな。へー、確かにそれも手だよね。そうそう、うんうん、なんか結構なんか最近エイプリルフールも面白くなってるなーってな。へー、うん、じゃあちょっと今から嘘を考えとかないとね。そうそう、ツイッターにね。そうね、今収録時はね、そうね、エイプリルフールじゃないんで、うん、そうだね。そうね、今年は何の嘘つこうかな、ね、本当に当日楽しみにしててください、ね、楽しみにしててくださいじゃあ曲いきますか。はいはい、黒猫さんで嘘と火花です。どうぞ。はい、ってことで、はい、ね、嘘と火花でした、いやー、すごいいい曲調の ね。そう、やっぱエイプリルフールっていうことで、うんうん、ね、やっぱ嘘とか、うんうん、エイプリルフールっていう曲を探したら、うんうん、なんか私が好きなこれ歌い手さんの曲なんですけど、アニソンでアニメの主題歌にもなってて、うんうん、これかなって思って選びました。はい、はい、じゃあ次は何するんですか。ささやきボイス、ボイスやっちゃいますかやっちゃいましょう。かわいいみゆちゃんの声とまりなちゃんの声で癒されてやってくださいじゃあまずは、じゃあみゆちゃんのかわいいボイスまで3、2、1。これは二人だけの秘密だよ。かわいい。大丈夫。めっちゃかわいい。こんなもん、うん、めっちゃかわいい。なんかささやきボイスってさ、うん、なんかね、どこまでなんか声出していいのかわかんない。わかる、わかる。めっちゃもう今ここみたいな空気だったよ。いや、めっちゃ聞こえたね。聞こえた、うん、よかった。伝わってるかな、みんなにも。みんなにね、伝わってる。みんなもみんな、今キュンキュンしてるから。二人の秘密の秘密はもうご想像にお任せします、ね、うん、っていう感じですね。っていう感じで、じゃあ私やったんで、マリナちゃんにもやってもらおうかな。やっちゃう。うん、マリナちゃんは、うん、ささやきボイスにする、それともなんか違うのにする。あれ、ささやいてなかったね、あれはささやいてんの、うん、そうね。じゃあマリアちゃんには、うん、男の子の声、最近朗読劇で、ね、なんか、うん、教わったって聞いたから、うん、その何だろう、特訓の成果っていうのをじゃあ見せてもらおうかな。じゃあ男の子でか、なんかちょっとキュンってくる感じでお願いします。はい、マリナちゃんのボイスまで3、2、1。俺だけを見てろよ。いやー、イケメンがいた。そこにイケメンがいたよ。いました。いた。え、誰だろう。イケメンが見えた。ここにいるのかな。え、彼氏連れてきたマリナの中の彼氏ね。マリオ。そう、マリオ。マリオがいた。ちょっと待って、某ゲームじゃん、マリオ。ヒゲの生えたおっさんになっちゃったよ。確かにマリオマリオじゃなくてマリオね。マリオね、うん、マリオマリオ、うん、イントネーションが大事。そう、イントネーション大事おじさんになっちゃうから。いやー、キュンキュンしたね。なんかね、やってると恥ずかしいね、うん、恥ずかしいよね、うん、すごい恥ずかしい。なんか言われたいセリフとかありますか、男の子に。
ね、男の子に？男の子に。え、なんだろう。え、言いたいセリフとかある？逆に。逆に。ないで。ないないない。え、男の子になんだろう。今までじゃあその経験してきた中で、うん、この言葉はめっちゃキュンときたみたいな。なんだろう。姉さん教えてください。姉さん。なんだろう。なんだろうね。なんかそう言われるとなんかパッと思いつかないけど。うん、でもなんかキュンってした言葉は多分ねあるんだよね。過去に。うん。うん、なんだろう。思い出せない。思い出せない。今すぐ。私はないんだよね。ないのか。そう。なんか生まれてこの方、うん、なんか。あ、キュンキュンしたっていうのはなんかゲームとかアニメの世界ではあるんだけど、うんうん、現実世界でキュンキュンしたことがなくて、うんうんうん、なるほど。でもなんか、うんうん、ね、ちょっと妄想になっちゃうけどさ、うん、これ全て妄想の話ですみたいな。え、でもなんかさ、うんうん、こうやってなんかギュッてされてさ、うん、離れるなよとか、あ、それ確かにキュンキュンする、俺のそばにいろよとか、確かにそれはキュンキュンすると、なんか、うん、喧嘩した時に、うん、なんかごめんなって言ってくれた、なんか、あ、確かに、なんか素直にあってなる。確かに確かに確かになる、なるかもしれない、なる。あ、でもなんかセリフじゃないけど、うん、なんかね、上から多分言われるのが好きなんだと思う、なんか、ね、お前とか、お前とかがすごいねキュンってくる、なんか、そうなの、そう、多分嫌な人は嫌じゃん、なんか、うん、なんかあんたにお前なんか言われたくないよみたいな、お前って名前じゃねえしみたいな、そう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 、ミユだしみたいな感じだね、ミユだし。そう、じゃあ年上が好きとかね、年ではない、うーん、どっちだろうね。ちなみに私は年上の方が好き。あ、そうなんだ。うちでも、うん、そうだね、うちでも可愛い系の人が好きだから、なんか、うん、年上っていうよりは多分どっちかというと年下っぽい雰囲気の人が好きかもしれない、なんか、そっか、そう、あ、でもね、私もアニメキャラの推しは可愛い系の、うんうん、ちょっと中性的なタイプの男の子、ね、そうだよね、さっきね見てたね感じのね。そう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 ね、さっきちょっと ね PV 見てたんだよ ね、 そう、そんな感じの男の子が好きだけど、うんうん、なんか実際となるとやっぱりなんか、うんうん、大人っていうか、うんうんうん、でリードしてくれる感じの人がいいな、ね、私がなんか優柔不断なところもあるし、あ、でもそれはすごいわかる、なんかちょっとなんか手引っ張ってくれる感じがいいな、確かにそれはいい、うちもあんまりしっかりしてないから引っ張ってってくれる人がいい、本当、うん、うん、いいね、いいね、ね、恋愛か、恋愛。いいの、最近は全然本当にないからな、最近ってかもう、ね、生まれてないからな、本当に。幼稚園の時とかは、じゃあ幼稚園の時、あ、でもなんかやっぱり幼稚園の時って好きはなんか、うん、ライクとラブがないじゃないですか、確かに確かに、でなんか、うんうん、なんかこの人なんか好きっていうのはあったけど、うん、別にそれがなんか付き合いたいか付き合いたくないかって言ったら別に違うね、ないし、感情がまずないね、確かに、うん、でもすごいなんかやっぱりその、うん、高校生時代、うんうんうん、中学高校は、うんうん、なんか別になんかその興味はなかったんだけど、うんうんうん、やっぱり恋愛ものの漫画とか見るのはめっちゃ好きだった、いや、すごいわかる、わかる、すごいわかる、わかる、だから世代的に 何見てた、萌えカレとかわかる、わかんない、わかんないよね、なんだろう、少女漫画リボンとか、あ、リボン派だった、うん、リボンだった、何派だった、チャオ派だったんだ、あ、チャオ派か、そう、でもチャオっぽい、ちょっとわかる、チャオっぽい、うん、かる。なんかよくなんかさ、ちっちゃい頃ってさ、お絵かきとかするじゃん、うん、するする、だいたいチャオみたいな目のこん、わかるわかるわかる、顔の半分ぐらいの目のやつとか描いたりしてたね、うん、なんかだいたいさ、その女の子のさ、友達とかの絵見るとさ、あ、チャオ読んでるなとか、仲良し読んでるなとかさ、わかるわかる、え、ちょっとなんかリボン大人のイメージあったかも、 あるあるある、うん、うん、確かに、でもなんかね、うちリボンの付録がすごい好きで、なんかなんだろう、ちょっと大人びた感じの付録が多かったのかな、混ぜてたの、そうそうそう、多分、なんかね、私なんかチャオ、チャオ、なんでチャオ読んだのか分かんないけど、でもね、漫画ね、チャオのやつ好きだった、なんかね、あのモンスターがさ、吸血鬼みたいなやつ、なんかモンスター、あ、モンスターキャンディーだ、多分、分かんない、分かんないか、
恋するプリンちゃんとか知らんかしら。わかんない。わかんない。ここでジェネレーションギャップ出ちゃった。やばい出ちゃった。そう、確かね、モンスターキャンディーって名前だった気がする。じゃあもう多分みゆちゃんの時の時代の時はなくなったのかもしれないね。 なんかさ連載期間短いよね、少女漫画って。そう短い。なんかジャンプとかだと結構連載長いもの何十年とかあるけど、なんか少女漫画ってそんなに続いてるイメージない。うんうん、確かに、うん、そうだよね。ハマった漫画とかはある？あ、でもその萌えカレとかは多分結構で、あ、まあ、そのなんだろう、ジャンプほどじゃないけど、うん、結構長かった気がする。へえ、うん、そうそうそう。じゃあここでそろそろ曲に行きましょう。うん、はい、はい、じゃあ次の曲振りします。次の曲は、はい、まなみのりささんで真夏のエイプリルフールです。どうぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まなみのりささんで真夏のエイプリルフールでした。でした。はい、ってことで、はい、もうね、番組も終わりですよ。ね、終わりですね。なんか言い残したことありますか？言い残したこと、なんだろう。ない？ちょっと用意しといて。用意しとかないと。え、でもなんか、うん、今その音楽、あの、うんうん、曲中に、うん、なんかマリナちゃんの LINE スタンプ見たんだけど、うん、ちょっと私も LINE スタンプめっちゃ、ね、なんか視聴者さんにはめっちゃ、え、LINE スタンプみたいな感じだったんだけど、そうそうそう、確かに、ね、なんか急にね、かわいい LINE スタンプ作ってたから私もちょっと作りたいな。ね、そう、これ本当誰でも無料で作れるから。へえ、ね、なんか自分の、え、それをシェアしたりはできるの？あ、普通にあのファンの人も買ってくれたりもできるし。あ、そうなんだ。そう、自分はその作った本人だけは無料で撮れるので、そうダウンロードできてっていう、うん、やってみよう。そう、私もなんか、うんうん、友達っていう名目のなんか、うんうん、自分のキャラクターがいて、あ、じゃあそれ、そのね、キャラクターのが作れれば、ね、キャラクターの作ろうかな。うんうんうん、ぜひぜひ作って作って作る。じゃあここで告知、うん、いいですか？はい、どうぞどうぞ。と4月の25日にドリームボイスライブっていうライブに出演するんですけど、場所がミスマッチ池袋さん、うんうん、で時間が15時30分会場、16時開演で、まだタイムテーブルとかは出てないんですけど、うん、はい、すごいあの集客でポイントを、うんうん、制になってて、ポイントが高ければ高いほど、そのコラボしてる企画、なんだろう、うんうんうん、企業っていうんですかね、うんうん、で、あの声グラって声優グランプリのウェブバージョンの声グラウェブっていうのにコラム掲載、ポイントが一番高い人が乗るので、ぜひね、あの私声優としてね、ちょっと乗りたいなっていうところはあるので、うん、あ、それは素敵。ぜひぜひ、あの、うんうん、足を運んでいただければ嬉しいです。ね、ぜひみゆちゃんのファンはぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、告知ね、うん、告知、なんだろう、ありますか？でもね、うーん、告知、映画の告知で、うん、7月の24から27日に、アンタブスネっていう長編の、はい、映画が上映されます。どこで見れるんですか？川崎でして、ラゾーナ川崎っていう、川崎でして川崎でして川崎、ラゾーナ川崎さん、そう、ラゾーナ川崎さんで見れます。じゃあ見に行こう。え、どんな作品なんですか？そう、あのね、 YouTube で今あの予告編が見れまして、うんうん、まあ、主演がポジティブなブスなんですけど、うん、でそれと今私がネガティブなブス役で出させてもらってて、うん、あと美人役の女の子とイケメンの女の子、あ、女の子じゃ、イケメンの女の子じゃない、うん、イケメンの男の子がいて、うん、で、まあ、私がどんどんポジティブになってくるっていう、うん、結構あの重要な役を ねさせていただいてるんですけど、まあ、でも、まあ、一番のメッセージ性はブスよ大志を抱けっていうあれなんですけど、まあ、あんたブスねっていう名前からしてね、そう、結構なんか、うん、直球だなって、そうそうそう、だからね、そう、じゃ見に行きましょうね、ぜひ、はい、はい、ってことで、ってことで最後になりましたが、またぜひアイドルボックスを聞いてください。
ありがとうございました。ありがとうございました。